はい、こんにちは。ネイチャーフォトグラファーの林です。私は今、北海道で自然写真家として生活をしています。今日はちょっと機材紹介をしてほしいって言われたので、僕が普段使っている望遠レンズ3つ紹介するのと、これで撮った写真を3つほど紹介します。使用感、写り、逆光性能、価格面でお伝えできればいいかなと思うので、完全に雑談みたいな感じで、緩い感じで話していきます。で、僕が使っている望遠レンズがこの3つ。で、以前から動画でもちょいちょい言ってるんですけど、ネイチャー写真は機材よりも取材費にお金かけるのが大事なので、正直あんまり他のレンズたくさん持ってないんですよね。で、以前スタジオに勤めてた時は16本以上ねレンズ持ってたんですけど、今これ合わせて7本ぐらいですね。で、そのうちの3つ、まず僕が風景で一番使用するレンズがこのシグマの 70-200 の 2.8 のレンズ、これでほとんど風景撮っちゃいますね。これは本当に大事なレンズなので、同じやつ2本持ってます。で、何年も使ってるんだけど、使用感としてはキャノンとめちゃくちゃ相性がいいですね。写りもシグマ特有でこうキレッキレになるし、シャープ感がものすごくいいです。あとシグマ特有の青みが強いっていうのも特徴の一つですね。逆光性能に関しては純正の7割から8割ぐらいの出来って感じですかね。こうしっかりと黒い下敷きとか黒い傘とかでフレアカットしてやれば、逆光でもそんなにコントラストが落ちすぎるっていうことはないです。耐久性も雨の中とかで結構撮ったりしますけど、一度も不具合ないし、このレンズ回す部分、こういう場所に全然溝とかがほとんどないんですよ。だから防塵防滴性能はめちゃくちゃ高いです。砂ぼこりの中とかでも撮ったことありますけど、一度もね中にこのゴミが入ったことはないですね。で、このレンズが壊れる前に多分カメラが先に壊れると思います。で、価格帯はめちゃくちゃ安いです。中古で6万円ぐらいで今手に入ると思います。やっぱり安いっていうのもすごいメリットの一つなんですよね。こう無限にお金かけれる人だったら、それは最新型のキャノンの 70-200 の3型でしたっけ、あのレンズとかだったら多分フレアカットしなくてもあんまりコントラスト低下しなかったりするんでしょうけど、中古とかでも20万円以上でしょ。で、コスパ考えたら3分の1以下の価格で性能の 70%、80% を手にできると思えば、僕はこっちの方がいいかなと思います。で、結局同じの2本買わないといけないので、まあ、その分もっと価格差開いちゃいますしね。で、次はシグマの 150-500 の F5.6 か 6.3 の DG、 これは動物撮るときに結構使用しますね。で、使用感としてはめちゃくちゃ軽い。500まで撮れるんですけど、もちろん手持ち撮影全然余裕だし、オートフォーカスもめちゃくちゃ早いですね。高速で動いてるオジロワシとか、まあ、そういう鳥類でも余裕でピンとくるし、手ブレ補正がめちゃくちゃ強いです。ただ若干手ブレ補正の時の音が少し出るので、その辺はちょっと気になるかなって感じですね。で、写りに関しては、多少光がある場所であれば結構シャープに出てくれるんですけど、曇ってたりとか暗い場所で撮影するときは使うカメラをかなり選ぶレンズですね。オートフォーカスとかがめちゃくちゃ速くて正確な 1DX とか、あと超高解像度な 5DS とか、その辺と組み合わせるなら多少他のレンズに比べて解像感が劣ってもあんまり気にならないんですよね。でもこの 7D2 とかと組み合わせた時はもう使えないですね。でもコツがあって、あの 500mm とかで撮る時はもうめちゃくちゃ解像度がその APS と組み合わせると落ちるんだけど、 400mm で撮るといきなりシャピッとシャープ感が戻ってくるんですよね。だから APS-C と組み合わせるなら 400mm までのレンズ、そうやって考えて使うんだったらいいかな。 400mm でも APS だったら 640mm ぐらい、それぐらいのレンズとして使用できるので、まあそういう使い方で使うといいと思います。逆光性能に関しては少しコントラストの低下が気になる感じですね。
真逆光であればできれば撮りたくない。ただ条件とかにもよるので必ずしもダメってわけじゃなくて、ちょっと太陽外して撮ったりとか、まあ少しこうレンズ傾けたりとか、入射角をちょっと変えるだけでもシャピッと解像感が戻ってくるので、その辺が自分で理解できるようになってこれば、まあ別にいいかなって感じです。で、価格面はクソ安いですね。 500mm の望遠にもかかわらずこれ5万円とかで売ってるんで、初心者の人とかで望遠が欲しかったらこれおすすめですね。で、最後シグマの150-500 のスポーツ、一応位置付けとしてはシグマのフラグシップ機のレンズで、そのため防塵防滴とかは最強です。で、使用感としてはリングもすごいスムーズだし、重量はそこそこあるんだけど思ったより取り回しが軽いです。だから手持ちとかでも OK だし、シャッターフィーリングがものすごく心地がいいです。カメラもそうなんだけど、このレンズによってシャッター音ってちょっと変わるんですよね。それがものすごくいい。で、そういうのがしっかりとしてないとやっぱモチベーションに影響してくるので、そういったところも大事な点です。あとこのクラスのレンズになってくると、レンズフードがこうクリクリしてネジで留めるタイプになってくるのと、レンズキャップがないんですよね。あと直径が大きいのでボンって床に置かないように気をつけないといけないです。まあ、ちなみにレンズキャップじゃなくてこういうフードになります。まあ、結構ね硬いんだけど、まあ、やっぱ気をつけないとダメですね。で、写りに関してはもうキレッキレに改造してくれますね。現行のレンズで単焦点とかを省けば 600mm まであるレンズでこれが一番綺麗に改造してくれると思います。まあ、MTF チャートっていう、 こう解像度を示す図式が各メーカーさん公開してるんですけど、そのグラフもかなりいいです。で、これを超えるのは単焦点しかないので、これで満足できない人はもうズーム系のレンズはやめた方がいいですね。ただ若干、周辺原光落ちがあるので、青空とかバックに戦闘機撮ったりとか、背景がめちゃくちゃ抜けてる場所で使用するときは後で少し補正が必要になる場合があります。まあ完全にこう解像度に振ったカメラなので、まあ、周辺原光値は正直仕方ないかなってところではありますよね。で、逆光性能に関しては多少のコントラスト落ちはあるものの、この150-500と比べると全くと言っていいほど影響ないです。で、価格面は15万から20万円ほど、新品だと25万円ぐらいですかね。これでも結構安い方ですよ。単焦点の500、600とかだったら100万とかしますからね。逆に 600mm の単焦点とかだとバリエーションが作れないっていうデメリットがあるので、解像感はすごいんだけどここは引いて撮りたいとかっていう時に、こう150とかまで引けるならさっとズーム回して背景入れて撮れる場所でも、 600mm の単焦点だとこうボン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 って被写体のアップしか撮れないから、まあそういうのでもこういうズームっていうのはメリットがあると思います。で、この辺のクラスのレンズになってくると、まあ、解像度がどうとかオートフォーカスがどうとか、まあ、そういう話じゃなくて、自分が何の被写体を撮るか、どういう撮り方をするかで選ぶレンズだと思います。まあ、僕は結構大きい大型の動物とか撮る場合も多いので絶対引けないと困るのでこれにしましたし、まあ、小鳥とかしか撮らない人だったら、まあ、600でもいいかなって感じなので、もうこの辺のクラスはあんまり解像度は気にしなくてもいいと思います。で、最後3枚これで撮った写真をお見せします。まず72役で撮った写真がこちら。背景の山の葉っぱとかが綺麗に改造されていて、水面のコントラストも低下せずにカリッと出てますよね。で、これ解像感が甘いレンズで撮っちゃうと下の水面のコントラストが乗らないので綺麗にリフレクションしてくれないんですよね。で、その点は曇りで光がなくてもかなり高コントラストでシャープに映ってくれるので、まあ、さっきも言ったんだけど僕が一番好きなレンズです。次に150-500で撮った写真がこれ。エゾシカももちろんなんだけど、下の砂地とかを見てもらうと分かるんだけど、ここもちゃんと改造されてますよね。で、この価格でここまで綺麗に出るんだったら、初心者の人とかこれから超望遠が欲しいっていう人はこれを選んでいいと思います。
で最後150、600のスポーツ、これで撮った写真がこちら。ちょっと YouTube の画面だと見づらいかもしれませんが、鳥の羽を見てもらうと分かるんだけど、一本一本すべて改造しています。コントラストのノリもめちゃくちゃいいし、単焦点以外で行き着く先のレンズって言ったらこれなんじゃないかなと思います。結構バラバラ話しちゃったんで、あんまりまとまりのない動画になっちゃいましたが、以上が僕の持っている望遠レンズ3つの紹介でした。あとまた告知ですが、今週土曜日の19時から生配信予定なので、ぜひ質問とかがある人は考えといてくれると助かります。今後もし写真やカメラにもっと詳しくなりたい人は、ぜひチャンネル登録と、僕の作品はインスタに投稿していますので、もっと綺麗な写真を見たい人は下の概要欄からぜひフォローお願いします。それではご視聴ありがとうございました。